私ロンドン行ってみたいとこないから。え、行こう、ロンドン行きたい、ロンドン行きたい、ロンドン行きたい。海外について話す。うん、私たちが行ったことある国、国について。だいぶ多いんじゃない。スペイン、スペインはない、私スペイン。あ、そうなの。スペインないの。うん、私たちあの時に、去年のゴールデンウィークに頑張ったよね。あの時に、5カ国。あれは、あれどっからだったっけ、待って、思い出すな。あれは、チェコから、あ、そう、チェコか、いいな。チェコ、スロバキア、スロバキア、オーストリア、オーストリア、ハンガリー、うん、ハンガリー、ポーランド、うん、チェコに戻ってきた。めちゃめちゃ行ってるやん。そう、でもロストバゲッチしてから。え、ロストバゲッチしたのに。あ、そうや、確かにさ、やばいのが、うちらさ、その、1日目チェコで、うん、もうその2日目には次の国に、うん、あ、違う、なんかチェコのちょっと下のなんだっけ、あそこなんとかブルクみたい、違う、なんだっけ、え、あ、ブルクじゃなくて、なんだっけ、なんだっけな。これからどこに行きますか。クロムスワルスキーに行きます。チェスキークロムルフ、クロムスワルスキーに行きます。そうそうそう、世界で一番美しい街、あ、そうそうそう、に移動しなきゃいけなくて、そう、うん、で、そのロストバゲッジしちゃったんですって言ったら、でももう明日にはいないんですよね、このホテルには、みたいな言われて、うん、でもいないですって言って、うん、でその2日後にはオーストリアだかハンガリーのこのホテルにいるからここに届けてくださいみたいなこと言ってたんだけど、うん、結局なんかなぜかね、うん、中国のあの飛行機だったんだけど、うん、なんかあの本当にあれはね、ね、なんかあのさ、あの荷物預けるときにさ、半券みたいなやつもらうじゃん、うん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 、あれを私はもらってたから、そう、私もロストバゲッジしてたんだけど、寒いね、もらってなくて、でも確かにあれもらわなかったんだよ。もらってない、あれはもらってない。そう、でもらわなくて、でもなんかあんまり気にもせず、まあ、こちらも、ね、そう、気にしなかった。別に言ってた。だからその番号がないと調べられるにも調べられないからみたいなこと言われて、え、みたいな。でなんかその。行く間、乗り換えの時にさ、私が星座のことストーリー撮ってたりしたから、うん、その、キャリーに意味わかんないハイビスカスがついてたのだけ分かってて。それでね、それを写真見して、これなんですって言ったら、いっぱいあるからな、みたいな感じでリアクションされて、で、結局、その次の、あの都市でもホテルに着かなくて、うん、でめっちゃ連絡して、ね、うん、服も全部なかったから7日間同じ服を履き続けたし、服もなかったから固形石鹸で洗ったりして、そう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 、本当大変だった。あれ過酷な旅だったよね。あれは過酷な旅すぎた。そもそもさ、あれだよね、乗り継ぎのさ、そう、時間が最初に JAL か何回乗った時に、うん、確か4時間ぐらい遅れ、なんだ、うん、遅れ、そう、うん、4時間遅れてロシアに着く予定がロシアに4時間遅れたから、私たちはめっちゃダッシュで向かったんだよね。 そこでもお金1万取られたの。え、そう、よくわかんないタクシーみたいのにもうお願いするしかなくて。ハロミス、はい、ハロー、 your checking counter、 うん、カウンター A、 カウンター checking counter 8? 8?うん、お願いしたら1人5000円ずつみたいに言われて、高っ、あれやばかったね。取られた。え、バチカン行こうよ、バチカン。バチカンはローマじゃん。え、だってバチカン地方からめっちゃ近いよ、多分なんかローマと一緒に行く、ね、行きたい行きたい、ローマの中にも、そうそう、バチカン行きたい。なんかあれだよね、すごいちっちゃいんだね、あれね、うん、なんかもう丸、まあ、バチカンに行ったという証を欲しい。 そうか、あそこからあの手紙送れるからね。え、バチカンから手紙送れんの、うん、あれ中入ったすごくない？確かに、あれの中は混んでるか入んなかったけど、あ、そうだよ、普通に混んでるね、あの郵便局みたいなのがあって、あ、そうなんだ、そこからポストに入れて出す。へえ。じゃあイタリア行ってパリ行ってあれじゃロンドンじゃない？すごいね、めちゃかかるね。パリはいいね。給食レベルでかかるね。給食しよう。さ、1ヶ月ぐらいあったらいけるよね。1ヶ月終わったらもうめちゃめちゃ周遊できるだろうね。できる、1ヶ月だったら全然できる。だってこの中でさ、うちはできたし。確かに確かに。10日間ぐらいあった。10日間ぐらいで行けんじゃない？あ、でもな、あればいける。あれか。私、
ローマ、フィレンツ、ベネチア回った時1週間ぐらいだったかも。ああ、じゃあ3都市で1週間。でもまずローマで私熱出してから。あ、そっか。そうなの。それをやってだから。だってあれでしょ、めっちゃ熱出てるもんね、ハワイ。私基本熱出してから時差ある日に行くと。いや、もう無理や。じゃあどこの国が一番良かった？それ難しいな。フィレンツェ。あ、そうなんだ。フィレンツェかベネチア、イタリアだな。え、そうなんだ。え、悩むね。私、どこだろうな。私さ、一回行った国は、なんか基本、当分2回目行かなくていいかなと思ってるスタンスだけど、はい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 、パリだけ2回行ったから、パリは結構なんか、あれかも。よかったなって思う。うん、よかったなって思う。なんか何回行っても楽しいなって思えた、この間。そう。私はリピータータイプだから。でも、あれも好き。ロンドンめっちゃ好き、私。やっぱ古着が多いからみんなヨーロッパ系なんだね。うん、あとはあれじゃない、アメリカっすか。そう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 、ロスそうだね。私はアメリカかな。アメリカね、うん、アメリカ一番楽しかった国か。難しいね、基準が何かだよね。まあ、ヨーロッパのね、人数が多ければ多いほどさ、アジアのまたちょっと違う感じで楽しかったしさ。わかる。まあ食事がヨーロッパの方が私は合う。あーね、あー、私東南アジアも全然いけるな。東南アジアね、ご飯大事。ご飯大事だよね。アメリカのご飯よりヨーロッパの方が。なんかさ、一時さ、東南アジアめっちゃ攻めてる時期あったじゃん。私たちよく行けたよね。なんかその時期に東南アジアガって行きすぎて、なんかちょっと東南アジアの空気に慣れちゃった感じが。あー、でもあのなんかちょっとさ、熱風な感じが来ましたみたいな。わかる。東南アジア。そう、うん、わかるよ。それめちゃめちゃわかる、ね。だからなんかさ、お金も時間もかけていくヨーロッパの方が結構、思い出は強いかもしれない。ワクワクしちゃう、最近は。確かに、それは言えてるかも。買い物できるし。うん、そう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 。あとなんか、ああいう建築物とかさ、ビルも、行きたい。すごい好き。話し残したハプニングはないですか？ないかな。思い残した。なんか、花見ハプニングとかないの？リオがぎっくり腰になった病院に2日間くらい行ったとか。そうなの？え、海外で？そう。笑える。他の誰かだったら結構ちょっと、大丈夫みたいな。そうじゃなったと思うけどさ。確かに。リオっていうのが面白いな。なんでだろうね。あとあれじゃない？セータとなんかさ、どっか行った時にさ、うん、あれセータリオかな？セータか。行った時にさ、うん、エアビーで撮ってた、お部屋のさ、鍵が全然なくてさ、管理人もいなくてさ。私じゃない、それじゃあ。嘘。うん。あ、そうだっけ？俺。あ、そうか。え、そうだっけ？あ、そうか。それで、それで？管理人とかいなくって。で、それで、うん、その、マンションの、多分何階かからだったの、撮ってた部屋が。はい。でも1階の、なんか別のエアビーの、ところに。あ、行った、電話してもらって。そう、覚えてる、覚えてる。って言ったら、分かってみたいな。あ、そうだ、それでなんかちょっとイケメン風のお兄さんが出てきて、そうそうそう、はい、みたいな感じになったんだよね。そう、覚えてる。で、私さ、あれ、会ってからさ、あれ見た？ネットフリックスのさ、エミリー・パリス見た？見た、大好き、あれ。もうめっちゃ面白い。あれ、出会いね。ああいう、マンションじゃなかった？うちらが泊まったの。そう、結構大きいお屋敷みたいな感じだよね。あれを見て、すごい、あ、やっぱこういうのめっちゃいいなって。いいよね、わかるわかる。うん。え、ネフリで流れてるの？それ。あるよ。ある、めっちゃ見た方がいい、あれは。もうね、パリを感じる。長えよ。あれ、続きが気になる。そう、続きが気になるぐらい面白かった、あれは。めっちゃいい。わかるわー。あれはね、すごいね。でも、思いました。あのさ、アライトタレロシアに行った時があって、ラジオストクに一緒に行ったのね。で、その時に、なんか花火が、ほら。すごい！え、どうなんだ？いきなり、トトトトトンって外が聞こえたの。あれやばい！しかも夜。そう、夜に。で、ウラジオストクってあんまり治安が良くないらしいのよ。で、ついにテロが来たって。アライと一緒に窓の方行って、花火だったっていう、あれやばかったよね。2人で本当に顔面そわけになって突然そうダダ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 みたいな、そうだってからついに来たと思ったよね。何も平和に過ごしてたけど、すごいちっちゃい声で私たちもそろそろ死ぬとか分かんない。あれめっちゃ怖かった。あれめっちゃ面白かった。あれが一番ドクッてしてたかも。あれはね、焦った。確かにテロって 100% 死ぬもんね。あれやばかった。でも
もあれだよね、ウラジオストクさ、その事前調べによるとめっちゃ危ない街だったけどさ、危ない街らしいな、ね、超めっちゃ良かった。でもあれ何泊 ?200 ぐらい多分した。でもちょうどいいよね。何したのか、ブラックフライデーだったからめっちゃ化粧品買えたんだよ。ほんな、そうそうそう、だって街自体もうあれだもんね、そうって感じだもんね、港って感じだったから。なんか触ってる、始まってる、寒くてうまく笑えない、鼻水やばくない？やばい。綺麗、あ、めっちゃ綺麗。わー、すごいな、ほんとに。あ、めっちゃ綺麗。あの人の、あえぎ。あ、めっちゃ綺麗の。あれ、やばかった。2人で寝ようかっつって、同じベッドで寝ようとしたらさ、あ、終わったなーって。そう、めっちゃあえぎ。あ、で終わったなーと思ったら、また始まったみたいな。2回目か。なんでね、あれやばかったよね。結構ね、うん、面白かった。壁薄いね、めっちゃ壁薄かった、あれは多分あれやばかったね。ちょっと、うん、じゃあ閉めます。じゃあ今回の動画は、はい、違ったね、あのセブンの、あ、そうそう、セブンのじゃない、全然セブンのお菓子を、お菓子じゃない、おすすめ商品を食べながら語りました。あ、旅行ハプニング話。てか早く旅行の動画やりたいから旅行行きたい。わかる、それはもう間違いない。これ美味しい。美味しいよね、うん、だよね。あ、マイコも買ったんだ、うん、そう、マイがね、あれ勧められるとすぐ買うから買ってくれたということでした。はい、さよう。あれやらなきゃ、チャンネル登録よろしくなって。あ、いいよ。なんだっけ、どうだっけ、昔のやつ。あ、この動画がちょっとでもいいなと思ったそこのあなた、グッドボタン、チャンネル登録よろしくな。